今日は劇団スカッシュさんのウェブドラマ獣の道の撮影に来ております。いろんな YouTuber の方がいます。瀬戸康史さんです。わーい、すごい方で、あ、そうなんです、恐れ多くも背中に書かせていただいて、はい、ありがとうございます。嬉しいから、めっちゃありがとうございます。はい、そして伊藤くんです。伊藤信彦です。はい、ありがとうございます。イケメンで優しくていい人で、はい、あ、なんか伊藤さんの背中にもなんか恐れ多くもサインをさせていただいて、何してるんでしょうね。もうすみません。二人目です。はい、で今日の会場はね、秋葉原の板金屋さんで、はい、秋葉仁さんのお店でお邪魔しております。すごい、秋葉仁です。はい、秋葉仁さんも YouTuber で、ここはご飯も食べれてライブもできる素敵なお店です。ぜひはーい、お願いします。はい、そしていつもスカッシュさんのお手伝いをされてるという、あ、すみません、なんかごめんなさい、撮って平気でした。すみません。はい、お名前は鈴木です。そう、鈴木さんです。わー、ハンドルとカメラ持ってます。わー、ありがとうございます。今日はありがとうございます。そしてお手伝いしてくる皆さんと遊びに来てくれた、真央さん、そうです、よかったですか。真央さん、朝早くから長、あ、秋田、いや、長野、長野からいらっしゃってくださって、そして受験生ラップの皆さんです。応援ラップ、こんにちは、ね、純太郎さん、純太郎です。はい、太郎さん、ワニブンさんとちゃん吉さん、はい、よくちゃん吉と言われます。あ、ちゃん吉さん、ちゃん吉、ちゃん吉さん、はい、どちらも、あ、そうですね。ね、ありがとうございます。今日そしてこんな楽しい撮影にお邪魔させてくださった劇団スカッシュの皆さんです。ありがとうございます。この度はありがとうございました。その私が、たくやさんの彼女役で出てる、はい、獣の道のウェブドラマが、はい、この辺で見れるので、はい、ぜひともぜひとも、ね、見てください。よろしくお願いします。はい、本当に楽しいです。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。